児童文化というのは子どもに関わる文化、子どもたちが遊んでいるもの、それから子どもたちが作り出すもの、いろんな文化財があるんですが、音楽では人形劇を一つ取り上げて、それを中心に1年間学んでいます。最初はですね、簡単な人形、片手使いの人形を作って、それを使って、簡単なお芝居をするということをして、その後、後期に向けて、グループで人形劇を作るということをしています。で、後期に作っている今人形はこのタイプの人形を作っています。さらにそれを使って練習をして、大道具を作ったり、照明をしたり、音響を作ったり、というふうで、一つの作品を作り上げています。人形っていうのはとっても子どもたちに受け入れられやすいんですね。なので、これを使ってっていうことが一つの保育教材、それから子どもたちの注目を浴びるっていうことが一つあります。それから一つのものを作り上げ、グループで一つのものを作り上げるということで、その中での人間関係であるとか、それから、協力してなんかこう達成感、が得られるとか、そういったことを目指しています。保育園とか幼稚園に訪問した時に、卒業生に会うと、人形使ってますとかっていう学生がいますので、それはとっても嬉しいですね。